はい、ではね、パート2の方を取っていくっていうような感じになるんですけれども、パート1からね、ガードフォールさんとメーベルさんがね、先に戻られたんですかね、行ってしまわれました。で、そうですね、アイテムだとかね、パーティー情報、ステータス、装備、オプションみたいなね、いろいろあるんですけれども、まあ、オプションはね、さっき見たので大丈夫でしょう。アイテム、ミドルソード、これ武器ですよね。片手剣か。浮かし攻撃とスピンアタック、ヘルブラスト、ちょっとこの辺はあれですね、マニュアル読まないとよくわかんないのが正直ですよね。それからパーティー情報、あ、そっか、今トーマ君しかいないのか。防御であるとか魔法とか結構いろんな項目ありますね、やっぱりね。で、あ、マップがどんどん広がっていくんですね。この先野獣が多数生息中、怖いけど行きたいっていう、まだちょっと行かない方がいいのかな。あの二人についていけばいいんですかね。ガイドポスト、ガイドポストの下を通るとマップ移動します。ただしガイドポストが灰色の時はマップ移動できません。あれですかね、多分敵に押されてるとかそんなような状態の時は移動できないんですかね、ボス戦とかね。赤い時は進めますと。ガイドポストをくぐって冒険の世界に旅立ちましょう、ね、冒険の匂いがするってやつですね。イル村へようこそ。イル村っていうのがそのトーマくんが住んでる村なんですかね。第1章聖剣シャイニングフォース、ね、章立てで進んでいくみたいですね、このゲームね。メーベルさんですね。とりあえずいろんな人に話しかけてみましょう。私はシルカ、こう見えても名の知れた盗賊さ。聖剣シャイニングフォースの噂を聞いてやってきたんだ。聖剣シャイニングフォース、え、音鳴るだけ。レイサリーでいいのかな。フォークスリング族のボルネッチ商人からこの廃村の近くに聖剣があるって聞いて探しに来たんだよ。みんな聖剣を探しに来てるんですね。いやいや兄さん、お疲れ様でしたな。で、どうでっか、お探しのもん見つかりました。キツネ武器はボルネ。見つかってたらこんな顔してねえよボルネ。はあ、参ったぜ。せいぜい10日も探せば見つかると思ってたんだけどな。そんな簡単に見つかっちまったらこっちの商売上がったり、せいぜい探し回ってもらわんと。さてさて兄さん、いいもん仕入れときましたから、なんか買ってきまへんか。お安くしときますせ。鑑定、あ、なんかその鑑定してもらって武器になるみたいなところがあるんですかね。買い物をする、売る、鑑定、買う。あ、お金ないや。ゼロだった。じゃあ今はどうしようもないです。いつもごひいき感謝ですせ。なるほど、武器屋さんか。おかえり兄ちゃん、あのイノブタ取ったんだろ、はした金で買い取ってやろうか。なんかこのキツネ族みたいなのが住んでるというか多い村なんですかね。そんなこと言われて売るやついると思うのかギルナ。じゃあさ、安く買い叩いてやるよ。それならいいだろ。とにかく商売のコツは安く買い叩いて高く売りつけることだからね。へ、あんまりお前とは売り買いしたくねえな。村の人とはやっぱり交流があるんですね、トーマくんね。ねえお兄ちゃん、うちのこと可愛いと思う？いきなりですね。おお、可愛いぜ。ひかねえ、特に尻尾のとこなんかふわふわで最高。ありがとう、うちもお兄ちゃんのこと大好き。だってお父ちゃんのお得意さんなんだもん。あはは、娘さん。なんか言ったか。ボルネの娘さんなんですかね。で、お父さんのことも多分好きなんでしょう。だからそのつながりで、あのトーマくんも好きっていうような感じ。こっちは、お、
この記憶の石に触れることによって冒険の記録をセーブする。おお、セーブか。もう少し時間あるのでね、もう少し、お話聞いたりとか探索してからですかね。あ、これ出ちゃうのか。イル村の、村民でいいのかな。ハーブを取りに行く者は道が崩れやすいので注意、村長。ハーブ、山菜とかハーブを取りに行く人がいるんですかね。こいつを見てくれ、政権の在りかを示す地図だ。ヒカネって署名があるけど、きっと名のある冒険家だね。え、ヒカネってさっきの娘さんじゃないの。セントスさん。え、それを真に受けて信じちゃってるって感じですかね。これでマップは全部埋まったかな。この人話したっけ。デュラバ。私は旅の大剣豪デュラバ。聖剣の噂を聞いてやってきた。私ほどの大剣豪ならば必ず聖剣を手にできるだろう。おお。大剣豪ってすごいんですね、やっぱりね。お、なんかある。これは。あ、500が、あ、え、あ、拾うのか。ブレスレットと500円。G だからゴールドですかね。未鑑定アイテム。ハテナマークのついたアイテムはそのままで装備することはできません。あ、ボルネにね、鑑定してもらわないとダメですね。商人に鑑定してもらうと装備できるようになります。ただしアイテムに応じた金貨が必要です。まあ、お金はやっぱりかかるんですよね。なるほど。どうしよう。先に鑑定してもらいますか、じゃあね。ボルネさん。いやいや、兄さん。それは確かにおしゃべりはただですけど。冷やかしはって感じ。できればなんか買ってきまへんか。力の鉢巻きとかおすすめですし、出血大サービスですがな。力の鉢巻き、あ、これですね。攻撃力が上がるんですかね。赤く染め上げただけの鉢巻き、防御力はないが攻撃力が少し上がる。なるほど。装備品はまあ買っておいてもそんなないですよね。あれはどうなんだろう。鑑定はいくらするんだろう。あ、鑑定か鉢巻きかって感じか。300円ですよね。両方やるのは無理ですね。ちょっと鉢巻きで、じゃあ買いました。アイドリー、いつもごひいき感謝です。で、これあれですよね、装備しないとダメですよね。これでいいのかな。はい、見た目変わってるかもしかして。変わってますね、ちゃんと。すごい、鉢巻きつけてます、トーマくん。そんな目立たないですけどね。まあでもちゃんとついてますね。三角でヘルブラスト、これ魔法三角で使えるってことなんですかね。おお、使えた。あ、けどなんか MP 減っちゃった。あ、回復するのか。ガドフォールさんに。もうすぐ日も暮れる。今日の探索はこれで終わりだな。夕食の時にでも互いの状況を報告するとしよう。ああ、いいぜ。だけど今日の収穫なんてあの胃の豚ぐらいなんだよな。イノシシと豚が混ざってるのか。さて、早速お料理しなくちゃね。あれ、そういえば臭み消しのハーブはまだあったかしら。うん、やばい、お使いの匂いがする。なくなってたらまた崖の上に行って取ってこなくちゃいけないわね。ちょっとあれですかね、遠回しに崖の上にはその臭み消しがありますよっていう、そういうことを教えてくれたんかな。なんだっけ、夕食の時に話そうって言ってたっけ。もうすぐ日も暮れる。ああ、いい、間違った。もうすぐ日も暮れる。そうですね、高い夕食の時にでも。じゃあどうなんだろう、どっか行っちゃっていいのかな。とりあえず一回セーブしておきます。あ、もうこんな時間なの。なんかあっという間ですね。レベル1ということで、こっちが、この先古代遺跡多数、モンスターも多数出没するので注意。あ、はそか、灰色はいけないのか。じゃあ下ですね、山菜採りにね行ってもいいけど気をつけなって書いてたところだったと思います。ハーブだね。ハーブを取りに行くものは道が崩れやすいので注意ということで、まあ、メベルさんもね臭み消し必要としてるみたいなので行きましょうか。え、
あ、戻っちゃった。ごめんなさい、間違えましたね。ロード短くて助かった。こっちですね。で、おお、いる。お、お金落とした。アリですかね、これね。で、時間が結構際どいっちゃ際どいので、途中で戻るハメになるかもしれないですね。戻るというか切るハメにね。ハメってなんだよ。切るかもしれないですね。ちょっと流したてというかね、初めてなんだよ。ドバードセンスもないわでね、ほんとごめんなさいね。なんか広場なんですかね、多分。なんか広いな、ここ。お、人いる。マップはこれで完成ですかね。スタンナさん、聖剣シャイニングポーズはこの辺りにあるに違いない。俺はずっとこの近くだけを調べるぜ。おう。で、ハーブは？お、え？ミスリルリング、なんか出てきた。マロをしながら行ってた方がいいんですかね。で、マニュアルほとんど目通してないのでね、分かってないことだらけなんですけど。あれ？一本道？戻っちゃっていいんですかね。戻ったらファン進むみたいな。もうすぐ。あ、違いますね。え？あ、じゃあさっきのとこに行くのかな。同じことしか言ってないですもんね。多分こっち、あれ違う。いや、やっぱりハーブのとこでなんかするんですよね。あー、もうでも時間ないので、そうですね、パート2はちょっとぐだっちゃいましたけどもね、ここでストップしますか。どうしても初見プレイだとね、安定したプレイを皆さんに提供できないというのがね、あるんですけれども、非常に申し訳ないですね。じゃあ、パート2はね、この辺で締めさせていただきます。ご覧になってくれた皆さん、本当にありがとうございました。そうですね、今日はこの後パート3の取り行うかどうかちょっとわかんないですけれどもね、まあそうですね、また続き楽しみにしていただければいいのかなと思います。これからね、どんどん楽しく勉強であるとか、勉強じゃねえよ。すいません、冒険であるとかね、始まってくると思いますのでね、少しずつワクワクするような展開、になるかと思います。なんでね、ぜひそちらの方もチェックしていただければいいのかなと思います。本当にね、皆様ありがとうございました。パート2はね、ここで、切らせていただきます。ではパート3でお会いしましょう。バイバイ。